村落地理学は、農村など村落に関する人文地理学の一部にや、農業主体の村落だけではなく、漁村なども含まれるので、村落地理学という方が、包括的であるが、純粋に漁業のみの村落は少ないので、この分野は、農村地理学という故障でも多く呼ばれている。また、集落地理学の主要な分野でもある。一般的には、 人口が少なく人口密度が低い地域に関する地理学という認識で一致している。扱う内容も、村落の形態の分析から産業構造の問題、さらには過疎化の問題など、文化学的な分野、社会学的な分野、経済学的な分野、人工学的な分野など様々な要素が詰まっている。特に村落における産業に着目した場合は、農業地理学ともみなされる。 実際この分野の研究では、この両分野にまたがった成果も多く、明確に区分すること自体あまり意味をなさない。また、産業構造や過疎化や高齢化の問題を扱う場合は、対象分野である都市地理学にもスポットが当てられることも多い。村落地理学は、欧米、特にドイツで発展を遂げた学問である。19世紀に科学的な関心の対象となり、 地理学の中に組み込まれていった。いかにその潮流を国ごとに記述する。ドイツは諸国に先駆けて集落地理学を体系化した国であり、集落形態論の発達に特徴がある。まず、ヨハン・ゲオルグ・コールが人間の交通並びに居住と地形との関係を1841年に観光、地形特性のサイト交通路の発達が村落形成に 大きな影響を与えるとした。この著書は、村落地理学のみならず、交通地理学の幕開けとなるものだった。続いて、ライプツヒ大学のフリードリ・ヒラッツェルは1891年に人類地理学を表し、自然科学的知見から居住地域研究の重要性を説いた。その後多くの優れた研究が相次いで発表され、 人文地理学の一分野として定着することとなった。アウグスト・マイチェンとミール家が特に重要である。マイチェンは農業史研究から発展してベーザー側やエルベ川流域の村落形態を研究した。農業経済学や歴史地理学的な因子に着目し、集落の機能にも言及している。また、スラブ系民族に特有の集落形態として演奏を見出した。 園村の成立に関しては1931年にコントロッタが歴史地理学的に考察している。ミール家は1910年に村落を表し、村落の景観、地域祭、農家の構造や地割りを論じた。そして、村落地理学は次第に景観論の影響を強く受けるようになり、地名や歴史、地割りなどの人文現象を手がかりとした論文が、 続々と提出された。しかし、中心地理論で有名なバルター・クリスタラーは、自然地理学的な基礎研究の不足を指摘している。フランスでは、他国に比べ多角的な研究がなされてきた。特に村落形成の背景に迫るものが多い。フランス近代地理学の父と称されるポール・ビダル・ドゥラ・ブラーシュが1922年に刊行した、著書、人文地理学原理の中で、 人間集落という章で述べたものが先駆けである。彼は地形、土壌、水理などの自然地理学的条件が村落形態に与える影響が多いとしている。さらに集落を都市と村落の二つに分けられると主張、両者を分けるには自然地理に加え文化、社会組織にも注目すべきとした。ブラーシュ学派を継承したドーマンジョーンは人口問題との関連で村落を捉え、 自然地理だけでなく、民族や歴史にも着目すべきとした。彼の考えは1928年にイギリスケンブリッジで開かれた国際地理学会議で発表した論文、村落居住の地理学に色濃く現れている。また、メガロポリスの名付け親として知られるジャンゴットマンはパレスチナの開拓集落に関する論文を出しており、乾燥地で集落が立地する要素として、 水が重要とした。イギリスでは、フランスのルプレイの影響が大変強い。歴史学よりの考察や、存落の立地論に特色が見られる。特に古地図や遺跡などの資料を持ち出すことが多い。ただし、当時のイギリスの地理学者の関心は主に植民地、極地、未開地であったため、フランスやドイツに比べて、国内の存落の際を論じた研究例は少ない。 イギリスの村落地理学分野の研究成果の多くは1928年の国際学会に向けて作られたオーブリデン地史に収録されている。アメリカでは開拓の歴史が新しいことから現在未来志向の立地論研究が中心である。中でも白人の入植地や開拓終焉地に関するものが多く研究対象地域は国内はもとよりオーストラリアやキューバ、 カナダなど国外にも及んでいる。スコフィルドはニューイングランドの白人村落の形態の変遷を1938年に論じている。彼によると入植初期はインディアンの襲撃に備えて海村形態が主流であったが次第にその心配がなくなり山村へ移行していったという。日本をはじめとした東アジアに関する研究も少数ながら存在する。 グレントーマス・トレワルサによる1945年刊行の日本が代表的である。この著作は日本で発刊された地域研究論文を編纂したものであるが、居住形態や存落の特質に関する記載が多い。日本では上記4カ国の影響を受けて成立したという経緯があって、研究は多岐にわたるが20世紀に入ってからの研究となる。 また、社会経済史学や民族学など他学問の援用も多い。そのため、これらに支えられ、輸入された地理学体系を膨らまし、発展させてきた感がないでもないとする見解がある。集落立地論や地史学的方法論が特に目立つ。初期には、ニトベイナゾウを人とする農学系からのアプローチと、小川拓次らによる、 歴史地理学系からのアプローチの二つの潮流があった。前者ではニトベが主張の一つ、農業本論の中で日本の存落を科学的に研究すべし、と説いた。ニトベの主張はドイツのマイテンラーの影響を受けたものだった。この思想は、早稲田大学等で教弁を取った小田内道俊に影響を与え、帝都と近郊、郷土地理研究などの著作に現れた。 同書では、ドイツ・フランスの手法が導入され、村落地理学のみならず人文科学、社会科学としての地理学、郷土地理の発展に貢献した。後者では、京都帝国大学教授の小川拓司による人文地理学研究が著名である。小川は、早いうちから、都並平野の三居村に着目し、そこに点在する住宅を、孤立宗宅と名付け、成立を、 古代の常理性によると考えた。この見解は現在では誤りと考えられているが、存落地理学への関心を高めた。同学の石橋五郎も呪楽を表し、存落の類型や研究方法を述べている。その後、歴史地理学的研究は細分化し、戦士時代から近世、そして明治時代の北海道開拓に至るまで、 様々な時代の多様な村落研究が進んだ。方法論としては、東京帝国大学の辻村太郎が、ドイツの景観論を導入して一つの学派を築いた。農産村研究が進む中で、海洋国であるにもかかわらず、離島や漁村を対象とした研究は、少ないという特徴がある。東京文理科大学の青野寿郎による、漁村水産地理学研究が、代表格である。 近年の同向高度経済成長以降、急速な都市化に伴い、集落地理学の関心も次第に都市地理学へ移行するようになっていった。村落地理学に残った研究者は、伝統的な村落がどのように維持あるいは崩壊したかという変化を追うのが主流となり、学問的に衰退の色が見え始めた。こうした中、関連分野との研究にこうして現代的な、 村落の研究も登場し始めている。例えば、郊外化の進んだ都市近郊農村や過疎の著しい山村を対象とするものである。ありがとうございます。